回のウルトラマン X のメイン監督を務めます田口清隆と申します。今回は全く新しい世界観で全く新しいウルトラマンをということを目指しつつ、逆に王道原点回帰も目指しまして、毎週でかい怪獣と防衛隊と新兵器が出てくると、そんなウルトラマンを頑張って作っております。ご期待ください。こんにちは、私が隊長の神木です。今日はこのようなハイテンションで行こうと思います。副隊長橘小百合役をします月船さららと申します。隊員の一人になれて本当に光栄に思ってます。どうぞよろしくお願いします。風間渡る役細田義彦です。今先ほど1話を見たらすごく面白くて、あれウルトラマンってこんなんだっけって思いながら、まあ、27歳の僕が見ても面白かったので、今日楽しく過ごしていい記事を書いていただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。岸間ハルト役の松本右京です。いつもは戦闘機に乗ってるんですが、子供たちに夢を与えられるように最後まで全力で演じきりたいと思います。よろしくお願いします。三日月守役の原田隼人です。ラボチームというところに所属していまして、隊員の方だとは、違う空気感を持っております。変なことやってんなと思っても、この作品のいいアクセントになるように、頑張っていきます。よろしくお願いします。高田瑠衣役の桃川遥香です。瑠衣ワールドは全開で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。山岸武役、ボイジャーの武です。普段は、ウルトラソングを歌って、歌で、頑張っているんですが、初めてのドラマということで、まあ、緊張していますが、まあ、歌うように楽しんで演じきりたいと思います。よろしくお願いします。はい、松戸千秋の瀬下千秋です。いつもとは違うステージで本当に緊張しておりますが、しっかりと演じきりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。山瀬明日奈役、坂上茜です。初めての作品でこのような大きな役をいただけてとても嬉しく思います。特にアクションを頑張っておりますので、そこに注目していただきたいです。よろしくお願いします。本当にこの愛されているウルトラマンという作品に関われて本当に心から嬉しく思います。本日は短い時間ですが楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。そしてこれが地球人のサイバー怪獣技術と X のコラボ、名付けてゴモラアーマー。サイバーゴモラロードします。サイバーゴモラアーマーアクティブ。ウルトラマン X ゴモラアーマーの登場です。ゴモラアーマーは両肩に怪獣ゴモラの角、両腕にはサイバーゴモラのアームがそれぞれ装着されています。そして必殺技はゴモラ振動波です。そしてもう一方ご紹介いたします。この主題歌の作詞をご担当いただきました越智雅人さんです。主題歌のタイトルはズバリウルトラマン X です。脚本を読ませていただきまして、はい、で今回はウルトラマン X と、主人公の大空大地くんが結構掛け合いというか会話をするんで、その心の葛藤を前半に描きながら、サビで決心して戦っていくっていう、はい、そこをポイントに書かせていただきました。なるほど、ぜひ皆様こちらの歌詞もご注目いただければと思います。こんな感じでみんなもう本当に仲良くて和気あいあいと毎回楽しんで現場をやっております。そんな空気が番組にも出てるかと思います。本当に面白いシリーズになっていくと僕も出来上がってきているものを見て確信してますので、本当にご期待ください。よろしくお願いします。普段は歌を歌っているとさっき言いましたが、まあ、同じオペレーター役ということで同じ声の仕事を、今度は、オペレーター、まあ、情報とかそういう緊急の、アナウンスとかそういうのでジオのメンバーを支えていけるような、演技をしていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。このような演技というものをやらせていただくのは初めてなんですけれども、とても重要な役だと思っていて、その危険をね、こう早急にこうみんなに伝えて、
補佐できるような役を頑張って演じ切りたいと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いします。本当にあの子供の頃から、ウルトラマンワクワクして見てました。そのいったワクワクを、ウルトラマン X を見ていただいた方にも、感じてもらえるように、精一杯頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、いい作品になるように一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。全力な笑顔でいっぱい汗かいて頑張っているので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。最高のチームなんで、もうぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。キャスト、スタッフ一同、熱い日々を送ってます。本当に最高の作品になると思うので楽しみにしていてください。ありがとうございました。実は1話を少しだけ見てしまいました。大興奮してしまいました。私が知ってる頃のウルトラマンよりこんなすごいことになってるんだと思います。毎週こんな映画のようなものすごい迫力のものを見れることに私自身がすごい期待してます。どうぞ皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。何度も言いますが、私が会長の隊長の神木です。みんなね、テンションが少し低いんだよ。まあ、正直僕もいい大人なのでウルトラマン少し舐めてましたが、すごいですね。これ皆さん絶対見てください。ウルトラマン X どうぞよろしくお願いします。隊長の神木でした。僕が主人公の大空大地です。これ大丈夫ですか？これ大丈夫ですか？いいんじゃないか。ありがとうございます。本当にキャストスタッフ一同は本当に愛を込めて毎日のようにみんなで取り組んでいまして、本当にどんだけハードルを上げていただいても構いません。その期待を、見てくださる皆さんの期待を必ず超える自信があるので、ウルトラマン X、 大空大地、そしてジュのみんなの応援をぜひぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。皆様ありがとうございます。ウルトラマン X、 一緒に戦おう。勝利。